えー、そして震度4を青森県の八戸市三戸町五戸町南部町岩手県の盛岡市軽米町などで観測していますではここで、えー、青森県の,橋上,の、えー、橋,橋上町の電話がつながっています野沢さん聞こえますでしょうか あ,あはいはい橋上町の野沢さんはいはい NHK の大井と申します大変な状況のところ失礼いたしますはい地震発生時の様子、えー、お伝え伝えてもらえますか <laughs> あ野沢さん聞こえますかあはいはい、えー、地震発生時何秒ほどどのような揺れが来ましたでしょうかあすいませんどうぞはい,いや すいません改めて伺っていきますが、橋上町では震度5弱を観測しましたが、はい、地震発生時の揺れの状況を,を教えていただけますか。えー、そうですねた、おそらく30秒くらい、それなりに強い揺れだと思いますけれども、はい、何かその棚から机から物が落ちたりするということは、ありますでしょうかえっと私はちょっとその当時、外にいたんでわからないんですけども、えーっと、建物の中を特に。 あの以上ないようです。えー、そちらには被害の状況などは入っていますでしょうか。今のところはまだ調査中ですね。はい。えー、橋上町では何か呼びかけ被害の呼びかけ、えー、警戒の呼びかけなどはしているんでしょうか現在。あちょっとこれから検討という形になろうかと思います。わかりました。えー、お忙しい中失礼いたしました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。 橋上町の野沢さんに話を伺いました現在時時刻は4時34分ですだんだん辺りが暗くなる時間帯ですので外にいる方、引き続き足元など十分に気をつけて行動してください再び強い揺れが来るかもしれません警戒を続けてください先ほど4時19分ごろ東北地方で強い地震がありました震源地は岩手県沖震源の深さは5 0キロ 地震の規模を示すマグニチュードは五点五と推定されています。この地震による津波の心配はありません。では各地の震度を伝えていきます。震度五弱を青森県の橋上町で。震度四を青森県八戸市三戸町。五戸町青森県の南部町。岩手県の盛岡市軽米町で観測しました。震度三を観測した地域をお伝えしていきます。北海道の函館市。 青森県の三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、大浦瀬町、東通村で震度3を観測した地域をお伝えしています。岩手県の宮古市、久慈市、東野市、一ノ関市、釜石市、二ノ辺市、八幡平市、滝沢市、くずまき町、芝町で、 震度三を観測した地域をお伝えしています。岩手県の矢巾町山田町岩泉町田野畑村不台村野田村久野辺村広野町一の辺町で、そのほか広い範囲で震度二そして一の揺れを観測しています。はい、ではここはここからは青森局から伝えてもらいます。お願いします。 地震が発生しました4時19分ごろ私は青森放送局の近く歩いて10分ほどの5階建ての建物の2階にいました地震は最初揺れはそれほど大きくないなと感じていたんですが次第に揺れが大きくなりました長さ的には体感としては20秒から30秒ぐらい続いたと思われます 私がいた場所では特に棚から物が落ちたりといったことはありませんでしたそしてすぐに、えー、青森放送局に来たんですけれども来る途中青森市内は電気が消えたりといった様子は私の目には確認できませんでしたこちらに入っている情報です震度4の揺れを観測した八戸市にある八戸消防本部によりますと地震による被害の情報は入っていないということですまた東北電力によりますと震度3を観測しました 青森県の東通村にある東通原子力発電所は現在運転を停止していて今のところ影響はないということですで青森県警察本部によりますと午後四時半現在先ほどの地震による被害の情報は寄せられていないということですまた震度四の揺れを観測しました青森県の八戸市中心部の2階建ての建物では最初に小さな横揺れが起きた後激しい揺れが10秒くらい続きました 青森放送局に現在入っている情報です。青森県警察本部によりますと、午後4時半現在、先ほどの地震による被害の情報は寄せられていないということです。青森局からお伝えしました。